さあ、ちょっとチャレンジダンジョンのレベル10行ってみたいと思います。レベル10 さあ、どんなんでしょう。間違いなく死ぬでしょうけど、行きます。さあ、これはひどい。これはひどい。これはひどい。最悪。うわぁ、この魔法杉一個の無駄死に。どう？これはひどくない？これあかんでしょう。皆さんちょっとこれやりますわ。もうね、皆さん今のはひどいです。何がひどいかって、もうね、一発目から3万はひどい。はあ、もう泣きそう。パズドラはこういうひどいとこをたまにしてくるけど、ちょっと性格悪いね。もうアップル頭、ちなみにあまりにも動画の尺が短すぎるんで、もう僕がいつももう回してる方法でいきましょう。はぁ、でもね、新しく実装されて、みんなあれをやった瞬間に多分同じこと思うんでしょうね。ただそうならないようにちょっとこの動画をすぐに上げて、 HP 3万4000以上にしろよとちょっと警告を したいと思いますもん。じゃあ多分ね、みんなこれで絶対やれるはずです。そもそもね、ヘボイのレベル10に挑もうと思った僕もバカなんですけど、にしてもね、あれはひどいと思いますよ。思いませんか皆さん、ほんまに。てか、あんなもんクリアできるやつおんのかいと。そう、でも悔しいな、今のちょっと悔しいな。今のは悔しい。まあでも何もいいと思うね。やっぱパズドラはそういう難しいところが楽しかったりもするんで、文句は言えないですけど、うん、ただあれはひどい。うん、一発目からあればいいか。ライトル、ホーリー、ドラゴン。ミス。なんだ、ショットか、もう。ふう。やばい系。え、嘘、やばい系。根本的に俺がヘボいんだな。うん、そう、根本的に俺がヘボいんだ。しっかり少ないでしょうね。
倒せんのじゃん。はい、いけるな。オッケー。ちょっとこんなもんで、不甲斐ない結果でした。すいませんでした。次回また頑張りたいと思います。皆様、レベル10に行くときはね、ちゃんと HP 最初の先制攻撃3万4000ぐらいかな、あれの対策をしてやってください。それではバイ。